この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても着いてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんなめっそうもございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税位などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっており、将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのだ。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。酒井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。
寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。シフト。分かるる縁と知ればこそ。かくまで足の歩まざるとは。母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする。やります。
下地に背くわけにはいかん。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を切れば傷は増す一方。平地に背くわけにはいかん。私の過ちを。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。私を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。足を切れば傷は増す一方。叔父上、お許しください。私の過ちを正すつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。
下地に背くわけにはいかん。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。叔父上お許しください。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。最後を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者佐時王佐、我が父。息子よ、浄土で待っておるぞ。はい。真実となるは
いつの日ぞ。Thank you.
一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお。ジン、いい隠れ家だね。あんたに会って受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ファンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られる以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろう。雅子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く進むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。Thank you.